はいどうもエキストラバージンオイルでございます今回の動画はジャバーバーンこちらになります。トミカのナンバー40番シボレカマロを開封していきたいと思います。なんで唐突にね、もう4年も前にね発売されたものを開封するのかと言いますと、2021年2月20日に、廃盤にねなりますので、私ね実はこれ持ってなかったんじゃないかなと思って一応購入してきましたはい。で購入したのはヤマダ電機になりますね。でこちらの方がシビックタイプ R ねと入れ替えになりまして、あと同日、ナンバー52番日産セレナ e パワーですね、今月発売のマツダ CX-5 河川パトロールカーとね入れ替わりになりますね。日産セレナは特にいいかなと思って今回はこちらのねカマロの方を開封していきたいと思います。なんでね、ヤマダ電機さんで買ったんですけども、もう箱ではね、ちょっと置いてないんで、箱買いされる方は、ヤマダ電機さんにね、箱で置いてないので、買えないですけど、私ブリスターパックでね、いいなと思ったので、今回はこちらのブリスターパックを買ってみました。まだね、何個か当たってなくても大丈夫かな。結構不人気車種なのかなと思いますね。で、なんで買わなかったかっていうと、なんかね、ブラック一色でよく見てなかったんで、どうなのかなーと思ってたんですよね。まあいろいろね、このホットウィールとか、グリーンライトですね。これグリーンライトとか、あと、これもホットウィールですね。こちらが2018年なので、まあマイナーチェンジ後のカマロになるんですけども、こちらね、6代目として登場したカマロでして、まあ5代目のね、デザインをふんだんに継承して生まれた6代目になるわけですけども、2015年に発表された車両になりますね。2018年にマイナーチェンジをされて、今、現在に至るって感じかなと思います。で、このホットウィールとグリーンライトに関しては2018年のものなので、マイナーチェンジ後のものになります。このトミカのも4年前に発売されたので、これもマイナーチェンジ後なのかもしれませんね。それでは早速開けていきたいと思います。久しぶりにブリスターパックを開けますね。まあ、ブリスターパックはね、お楽しみがあるので、お楽しみにしてください。お楽しみがあるのでお楽しみにしてくださいねって。ちょっと日本語としておかしかったですね。もうちょっと見えてますけどね。ホットウィールだったらね、ちょっとトレジャーハントのマークじゃないかなって思うような、ね、感じで。はい、開けていきまーす。ジャババーン。これね、お楽しみというのは、この裏の台紙、ブリスターカードにもカマロちゃんが書いてあるというね、カマロくんが書いてあるというね、そういう楽しみもありますよね。あ、意外と初めてかもしれませんね。サンドイッチマンになってました。ちょっと何言ってるかわからない。あ、結構ブリスター越し見てたら細かい担保印刷とかわからなかったので、なんか黒一色で味気ないなと思ってたんですけど、実は、このね、ボンネットのここのエアインテークかなと思われる横のところに ZR1 の文字がありますね。ZL1 か。ちょっとルーペで見てみましょうね。最近ね、もうルーペ大活躍ですね。ルーペ、あれあった。ルーペでちょっとね、なんて書いてあるか、これ、両側に書いてありますね。両側のボンネットのサイドのところに書いてありますね。ZL1 っていうのはね、まあ、コルベット譲り、ZR1、コルベットだと ZR1 ですよね。譲りの、ZL1 となるわけですけども、6.2 リットル、スーパーチャージャー搭載の V8 エンジン。なのでね、モンスターマシン的な感じになるかなと思いますね。6.2 リットルですね。で、フロント見ていきますと、シボレーのマークがございますね。ちょっとちっちゃいのでね、見づらいかなと思うんですけども、シボレーのマークがあって、その右下には ZL1 のね、マークがあって、ホブランプかな、ホブランプとか、ヘッドライトは、まあ、ベタ塗りで塗られてますね。はい。アニメなんかもね、再現されていて、とてもね、精悍なお顔立ちになってますよね。で、2ドアクーペですね。サイドを見ますと、外にね、ZL1 の文字はありましたけども、サイドは特に塗装とか担保印刷があるわけではないですね。では見ていきますと、テールランプがベタ塗りの朱色になっていて、コルベットのごめんなさい、シボレーのマークと ZL1 のマークがこちらにもございますね。開封する前はね、真っ黒だ、なんだろうなと思ってたんですけど、ZL1 だったんだ、知らなかった。早く買っとけばよかった。なんかちょっと食わず嫌いようでしたね。内装の方がブラックになっていて、形状はそうですね、ちゃんとスポーツシートになっていて、ハンドルはちょっとおせんべいタイプになってますね。まあドアがね、開くギミックがあるので、まあ、妄想ね、できますよね。中尾だけどね、今日はね、カマロを操って、シノは今日は置いていこうかな。さあ、一人で図書館に行ってきます。今日はね、シノを置いていったようです。最近どうしたんでしょうね。ちょっと夫婦の仲が心配では、何の話ですか、失礼しました。ドアが開くので、妄想ね、遊びもできる一台になっているかなと思います。
後ろのこの網目なんかスピーカーなのかな、すごいですね。いいですね。はい。あ、楽しいな。やっぱりね、ドア開閉にくなるのはいいですね。じゃあちょっとね、視点を下げて、他のね、メーカーのホットウィールとグリーンライトのと一緒に見ていきたいと思います。視点を下げて見ていきたいと思います。わー、かっこいいですね。ブラックですか。なかなかいいですね。ホットウィールとかだとね、いろいろデザインのカラーリングが入ってくるので、ちょっと、なんていうの、純粋な真っ黒っていうのも珍しいですけどね、これパールとか入ってないですね。普通のブラックですね。いや、ありブラックです。おー、やっぱすごい迫力があってかっこいいですね。あと ZL1 のそれで、このシンプルだからこそとても目立つね、ZL1 の文字が。これ、ほんと、早く買って、開けつけたかったな。なんかこのフロントリップのフロントスポイラーのところもちょっと直線ではなくて、ちょっとカクカクしてランボルギーニとかね、その辺を思わせるような形状していて、なかなか面白いですね。サスペンション機能がありますね。結構深めですね。で、こうやって車高とした面構えもね、見ることができるので、この辺はトミカの良さじゃないかなと思いますね。いいですね、かっこいい。なのでね、うね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 とね、うねうね遊びができますね。好きなんですよ、山田もともとね、あのお車の、まあ、例えば 4WD のリフトアップされたお車のね、サスペンションとか見てるの大好きなので、まあ、サスペンションは見えないですけど、こういう遊びするのも結構好きです。ね、ルーフにはシャークアンテナがついておりますね。リアにはスポイラーがついていて、かっこいい。ほんとかっこいいと思いますね。はい、ですね、ここで妄想すればよかったね、中尾の妄想ね。夫婦仲が心配の中尾の妄想。中尾さんですね、失礼しました、呼び捨てにしてしまいました。やっぱいいっすね。でスケールがいくつした、これ全然見るの忘れちゃった、書いてあるかな、書いてありますね。ここにね、66分の1って書いてありますね。66分の1、 TMGM シボレーカマロ ZL1 ってね、書いておけばいいのにね。そしたら結構購買よく湧くと思うんですけどね、コルベットの ZR1、 ユズリの ZL1、前がいいですよね。ZR1 って言ったら、スカイラインで言ったら GTR みたいなものですかね。で、マフラーが日本出しの触媒アリーノになっていて、デフがあって、足張りの機能、機構が再現されております。ホットウィールのものと並べてみましょう。これが2018年とね、表記があるので、こちらですね、2018年なので、まあ、マイナーチェンジ後のカマロになりますが、お顔はどうでしょうね。やっぱりこっちは前期なのかなと思う感じもしますし、まあ、あと ZL1 なのでね、ちょっと違うのかもしれませんね。テールランプなんかはどうでしょうか。でもね、かっこいい。とてもかっこいいですね。あ、ホットウィールが決まってます。こうやって、やっぱ見比べると、ホットウィールは、まあ、ノーマル車がトミカとしたら、まあ、カスタムされてる感じで、車高が低くて、ホイールがね、やっぱりかっこいいですよね。これ前後でホイールのサイズが違いますね。タイヤのサイズが。これはベーシックカーですね。リアの特に塗装はされてないですよね。ただこの辺の作りが二重構造になっていていいですよね。シャーシの成形でスポイラーとグリルが成形されていて、なかなか面白いですよね、見ていて。グリーンライトの方も確か2018年製だと思ったんですけどね。前期ですね。なのでこれと一緒なのかな。まあでも顔の、やっぱり顔つきは違うんですね、ZL1 とは。これ前期の6代目カマロになりますね。で、まあグリーンライトは、タイヤのサイズとかとてもいいですね。かっこいい。まさにグリーンなね、グリーンライトでございます。で、こちらは、ボンネットが開くタイプになってますので、ボンネット開くギミックがあるのでいいですね。おー、エンジン積まれてる。エアクリーナーとね、パイプがちゃんと、再現されていて細かいですね。エンジンはちょっと、なんて言うでしょうね。まあ、昨今のエンジンは、カバーかかってますからね。昔のやっぱりカマロとか V8 エンジンは、カバーとかかかってなかったので、ちゃんとね、再現されてありますけど、カバーかかってる感じの再現になってますからね。で、ホイールなんかもめっちゃかっこいいですね。閉めちゃった。また開かないな。開かないですね。はい。で、上にね、日本ラインが入ってます。で、ミラーついてるので、やっぱりいいですね。で、66分の1と、これが64分の1で。確かにそう言われると若干ちっちゃいのかな、トミカの方が。ね、若干ちっちゃい感じありますね。屋根の形状とか一緒ですよね。ちゃんと、ほぼ同じ感じで、シェイプされてますね。内装は断然ね、グリーンライトの方がいいですね。
まあ価格帯が違うのでグリーンライトは1000円ちょっとしますのでね、倍以上ですからね。楽しいね。これほんとかっこよかったんだけど、これホイールなんかほんと変えたらめっちゃかっこいいですよね。まあこれはね、トミカのスポーツワイドタイヤですけどね、またこれがいい味出してるといえば出してるんですけどね。まあやっぱこの辺のグリーンライトにはかなわないかな。ちょっと思ってたよりも良かったですね。2018年コポカマロっていうのもありまして、こちらのね、コポカマロっていうのは、まあ、もうこのタイヤ見ていただくとわかるかなと思うんですけど、市販のドラッグレース仕様のカマロになりますね。こちらが2018年製なので、後期のカマロになると思うんですけども、そのコポカマロバージョンですね。後ろに、こうパラシュートとかね、格納されてる部分とか、あとこのドラッグレース仕様にはよくあるね、このウィリー止めっていうんでしょうかね、ウィリー止めがあったりとかしますね。多分ウィリー止めでいいんですよね。わかんないけど。この辺の横のところに、点々とね、網目みたいになっていて、再現されてますね。で、このね、バケットシートみたいなのはとてもよくできてますね。カマロシートっぽくね、できてまーす。カマロシートじゃない、レカロシートですね。カマロとレカロって似てるんで間違えちゃいました。はい。はい、これがコポカマロですね。はい。ということで、今回は、今週末ですね、20日、2021年2月の20日に、トミカの日に廃盤になるであろう、ナンバー40番、カマロを開封していきました。それでは次回の動画で、バイバイキーン。